カットマイナス1カットマイナス1は日本の航空機メーカー、川崎航空機が試作したレシプロエンジンの練習機。K は川崎航空機、T は練習機の略。保安庁の航空隊発足に際して国産の練習機を採用することとなったため、航空各社に対して募集をかけることとなった。富士重工業や新立川飛行機、東洋航空工業ともに、 川崎航空機も応募することにし、2機の試作練習機、カットマイナス1を製作した。しかし、川崎の製作中に、保安庁は、富士重工業がライセンス生産することを決定した T-34 メンターを運動能力の高さなどを理由に採用した。それでも、川崎は、カットマイナス1を完成させ、 なんとか販売号に乗せようと売り込みを図ったが、まだ戦後間もなく、経営基盤が危うい状態での売り込みは、企業生命に関わると感じた。通商産業省によって、作業停止を命じられた。結局カットマイナス1は2機の製作にとどまった。カットマイナス1試作した2つの機体は、運輸省航空大学校の練習機として採用された。用途廃止後は1号機が、 北海道滝川市子ども科学館へ2号機は東京都立科学技術大学へ引き取られて展示された。1993年に2号機が博物館を計画していた岐阜県鏡ヶ原市に引き取られたが状態が悪いために倉庫に保管された。1号機も2002年10月に鏡が原航空宇宙科学博物館へ移され、2003年4月から屋内で展示されている。 同社の試作連絡機 KAL-1 から大幅に変更を加えられた。キャビンをタンデム複座に変更、オリン式から近代的な首輪式へ変更、エンジンの転換のほか、KAL-1 で問題となった翼端失速の解決のため、主翼の翼型を三式戦闘機、飛燕と同系列のものに、 形状変更することによって、運動能力を大幅に向上させた。単発機としては、日本初の首車輪式。初号機の初飛行は1954年2月11日。ABC、平成30年9月、川崎カット -1 練習機かかみが原し。www.city.kakamigahara.lg.jp。 2020年3月26日閲覧。ありがとうございます。